はいどうも、モノさんです。今回はね、アマゾンでちょっとね、あるものを買いました。ちょっとね、普通のヘアカラーに飽きちゃった人とか、アニメとかね、漫画とか好きな人だったらね、一回やってみたいなって多分思うやつ。はい、こちらです。ハイライトやローライトのメッシュを入れるときに便利なキャップです。キャップですまで言っちゃった。もう俺が説明するとこがなくなっちゃったぐらい書いてあります。そうなんですよね。これはね、実はね、こう、メッシュを入れるためのキャップ。見たことない人もね、いるかもしれないんですけど、木村拓哉さんが昔、プライドっていうドラマ、アイスホッケーのドラマなんですけど、あの時にやってた金メッシュがめっちゃかっこよくて、個人的にすごい好きなんですよ。まあ、髪型違うんですけどね、まあ、あんな感じで、まあ、金のメッシュをね、入れていきたいなと。早速ね、袋から開けていきましょう。あ、こういう感じ？なんか思ってたのと違う。すごいチャッチーかなと思ったんですけど、シリコンになってるから、これすごいよ。白飛びして全然わかんねえ。こんな感じでね、ボツボツがあります。このボツボツのね、大きさ的に、まあ、ちょっと細めのメッシュかなっていう感じですね。注意書きみたいなとこに、このね、自分で穴開けるらしいですね。これ自体にね、まだ穴開いてないんですよ。一緒についてきたこの棒、先っぽがね、耳かきみたいな感じ。なんか鍵爪みたいになってて、これで中から毛をこう、くって引っ張り出すみたいな。で、その穴を自分でこう、ハサミとか針とかで穴を開けて調整するらしいです。これドライバーセットの中に入ってたプラスでもマイナスでもない針。これで地道に開けてきます。どこ使うかは別として、とりあえず全部穴開けときます。やっと一番下の一周終わりました。果てしねえな、これ。最初から穴開いてるやつ発売してください。多分開いてないとこはないと思う。オッケー、終わったー。30分以上やってた。めっちゃ汗かいてるし。これでね、メッシュがね、いい感じに入らなかったらね、確実に2018年一番無駄な時間を過ごしたと思う。そうでないことを祈ってね、じゃこれを早速使ってみたいと思います。よー、はい、というわけで早速、やってもらいましょう。アシスタントの増永くんです。増永です。まだね、具体的にどんな感じにやっていこうか決まってないで、とりあえず被ります。もうこれ全部の穴とポーン出せばいいですよ。いや、全部の穴から出すと細かくなりすぎちゃうから、ここやったら2個ぐらい飛ばして、ここみたいな。痛い痛い痛い。あ、出た出た出た。こんなちょっとでいいんすか？ダメだろ。当たり具合がどのくらいか分かんないんですね。確かにこの辺シュールじゃね。いや、もうシュールすぎて海坊主みたいになってるやん。ここもうちょっと取ってくんね。ゴーストしました、ゴースト。 OK。 どうすか。あ、いいいいいい。あ、ここもそしてまた一周するようになる。これ穴2個飛ばしで入れてます。その上の段は1列開けて、もう1個上から1列目に作った毛束たちの間に来るように配置してやってます。これがどうなるか分かんないからね、とりあえずやってみようっていう。何事も挑戦ですね。そう、トライアンドエラーってやつだよ。ちょっと慣れてき始めてるね。若干最終日はなんか気持ち悪いです。なかなかペットボトルに穴開いて水漏れしてるみたいになってる。ピューってなってるやん。いや、また一段開けますよ。うん、結構いっぱい引き出しました。いや、いい感じになるといいね。ですね。初めてやった、なんかモル散歩みたい。これやっぱさ、シリコンだから洗って何回も使えるってのがいいよね。アマゾン見たらね、結構ね、値段がバラバラでね、でもなんか商品自体はそんなになんか違いなさそうな感じだったんだけど、一番安いとこでな、390円ぐらいで。めちゃめちゃ安い。めちゃめちゃ安い。まあ、シリコンだし。
一応僕買ったとこはね1000円ぐらいでした。それでも1000円安すぎないとこ攻めたんですね。うん、なんか念のため。あ、でも抜けてきてんね。ちょっと金になってきたな。いや、多分1回じゃ俺多分オレンジぐらいまでしかいかないから。塗り終わったのでちょっとこれで温めます。はい、温め終わりました。あー、金髪になってますね。これですね。はい、1回目が終わりました。どう、え、いいんじゃん。結構ね、結構いい感じだよね。まだね、ちょっとオレンジっぽいんでもう一発いこうかと思います。どう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 、ピーって引っ張って、ピーって、うーわすげえこれ。どう、うわすごい、これ動画で見たやつ、海外の。はい、こんな感じです。濡れてる状態こんな感じ。ちょっとね太く取ったけど、それでもねこれぐらいの細さなんで、まあ、やっぱ太めに取って正解ですね。こんな感じで、ちょっと一回乾かします。乾かし終わりました。こんな感じ。うわー、めっちゃいいじゃんこれ。めちゃくちゃいい感じにメッシュ入ってる。はい、というわけで今回はね、メッシュキャップを使って実際にメッシュを、入れてみるというね動画でした。ちょっとねカラーのね、なんか名前とかは特に考えてなかったんですけど、まあ冒頭でも言った通りね、あのプライドの時の木村拓哉さんっぽくしたかったんで、プライドメッシュとでもね言っときましょうかね。いや、これマジかっこいい、超いい。よかったらね、オーダーしてみてください。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。